はい、どうも私でございます。本日もほっとけないやっていきたいと思います。ガツンとやったっていいんだよ、ガツンとさ。はい、ということで今日は、2021年10月31日で、選挙の日ですね。衆議院選挙、あとまあ比例と、最高裁判官の国民審査っていうのがあるんですけれども、今選挙入れてきました。小選挙区は、野党の候補者の方ですね、入れさせていただいて、で、比例は、まあ、党首討論とかいろいろ聞いてて、やっぱりなんか、個人的には日本維新の会が、まあ、おそらく議席を増やそうと言われてるんですけど、まあ、こう日本維新の会の、その政策だったりとか、まあ、党首が松井さんなんですけれどものが、に任せたらなんか日本ってもっと良くなるのかなというふうに思ってるんで、日本の維新会の日本維新の会の方にいさせていただきました。またその、最高裁判官ですかねの国民審査の方は、一応、まあ、辞退というか、審査しないという形を取らせていただいててやったんで、まあ、なんですけど、まあ、僕はこの選挙期間で、野党 と、与党で、まあ、基本的にどこも、政権選択の選挙っていう形になってるんですけど、まあ、僕のところ田舎なんですけど、やっぱり田舎で、田舎のところ で特に僕らのところは、最近県知事 と、市長を若い世代に変えたんですよ。若い人に変えようみたいな感じ でそれでもともとリベラルというか、変えます変えますっていう形で若い市長と若い知事を選んだんですけど、じゃあどう変わったかって言われても、結局そんなに大きなこと変わってるっていうのを実感するところもないし、でなんかこう話とかちょっと出ててもやっぱりなんかうちの地元の市長と知事の噂はいい話はあんま聞かないしみたいな、結局なんかこう保守的なところが大きいような気がしてたりしてるんで、だからここから選挙にしても若い人がそもそもまずいないんですよ。まあ、1人40代の男性がいて、まあ、あと、まあ、もう1人かな、N 国党さんの方からいるんですけど、やっぱなんか一番入れたいのはもう若い男性に任せてももうみたいなっていうのはあるし、じゃあ他の人はどうかって言ったら、もうなんか結構高齢な人ばっかなんですよ。そもそも現職の人たちがもうなんか結構高齢の人で、もう次に譲ればいいのにみたいなことも思ったりして、だから僕の選ぶところって、若い与党と、年が結構いってる、野党みたいなってなった時に、すごくなんかこうなんつうんですかね、やっぱ若い人に基本入れたいんですけど、まあ、さっきの話とは矛盾するんですけど、でも一番いいのは若い女性の候補者に入れたいんですよ。もっと言うと若い候補者の、野党ですの人が出てきてくれたりとかしたら、なんかそういう人に入れたりとかしてほしいなみたいな、まあ、今回無所属の人が出づらかったっていうのもあるような気がするんですけど、でうちらのこの地区のところは今まで一度も女性議員が誕生したことがないというような議員で、それこそ今今回男女選挙均等法みたいな形で、候補者の割合を 50%50% にしましょうみたいなとかあって、で女性候補者の人も野党候補で出てるんですけど、やっぱこう発信力とかがやっぱどうしても弱いんですよね。たとえ僕が好きな野党の候補で言った共産党の田村智子さん、共産党政調委員会長ですかね、やってるんですけど、ああいう感じのなんかアグレッシブでなんかパワーがあって、買いますよっていう人って全然出てこないんですよ、そもそもが。やっぱそのでなんかそのおじさんとか年齢がいってる人が買いましょうみたいなとか、任せてくださいみたいなこと言ってて、いやもうええってみたいな。それをだから結局なんかこう、例えば野党と野党がとか入れ替わるとか、まあいろいろあるんですけど、やっぱその、性別が入れ替わるとか、若さが入れ替わるとか、だから男の人、僕はどうしてもその例えば1区2区3区4区とかあったら、1区2区だから半分半分女性になってほしいぐらいだと思ってて、じゃあその比例代表とかで女性、まあ、結構入れ替わるっていうのは比例代表があってクォーター制っていうと思うんですけどとか見ても、やっぱその女性議員の人が、比例の方に全然入ってないとか、あとはその世襲ですよね。前ずっと与党で長らく地盤築いてた人がなんかなんかこの与党のなんかこういろいろあって、新人で世襲の2代目の人が比例で上位みたいな、もう当選確定みたいな。でそれでこう新しく若い人がって言っても結局世襲じゃないですか。だからもう世襲もええし、世襲で若い人とかもいいし、だからなんかこう若い女性の議員さんとか
が例えばうちみたいな田舎で特にその男女格差みたいなのがひどいところこそそういう風になってもらいたいなっていう風に期待してたんですけど、まあ今度、まあ衆議院議員があって来年ですかね参議院議員があるんで、まあ、参議院議員の方は、それこそ女性候補者が、行きたいとか、まあ、タレント議員とかも出たりするような気はしますけど、まあでもねやっぱりある程度勉強はしてほしいなとかあるし、なんか今二十歳とかでいろんなとこ会社作ったりとか、まあ、そういう人たちもいるんで、まあ、ぜひですねその男の人が選挙バッて出て俺が買いますって言ってもいいんですけど、なんかそういう人たちが秘書に回ってでそれでなんかこの女性議員の人来年とかその後でもいいんですけどそれを勉強させてそれで女性の人がどんどん出てでその今までやってた人が秘書側に回って教えるとかなんかそういう風にするか、あとは本当にもう比例を男女にするみたいな、で小選挙区に関してはやっぱりどうしてもその発信力とか発言力っていうのがどうしても来て、まあ群衆心理っていうやつだと思うんですけど、群衆心理をうまく扱うのはやっぱなかなかねこの男女のところってなるとやっぱ男の人の声がでかいしこうはっきり言い切るっていうところっていう風になると、まあ、スタミナ勝負っていうのもあるような気がするし、選挙2週間あるんで、まあそういう面で見てもやっぱ、男の人の方がやっぱある程度パワフルなのかなみたいなところがあるんでね、やっぱまだまだ日本がこうやって政権選択だって言ってるけど、まあ政権選択の前に年齢層をもうちょっとね国会議員の人たちを下げるとか、あとそれこそねほとどんどん若い女性の人たちを、まあ、入れていくみたいな感じをしていかないと本当に日本っていうのが、変わるっていうことはやっぱ少ないのかなみたいな感じになります。まあ、今回その候補者の割合がなんで少ないないんですかっていうのももうそんなに党首討論とかいろんなところで話題になってるっていうのは少なかった気がするし、じゃあ女性が今まで女性の戦い方って女性ならではの声を届けますみたいなとこだったと思うんですけど、やっぱその女性ならではの声届けます頑張りますっていうところのなんかパワーとかも少し下がってきてるような気もしてるんで、まあ今から選挙の結果が出てくると思うんですけど、まあそれでまた見て、まあ自分の区のところを見てで僕の大嫌いな比例復活でこいつ上がりやがってみたいな人たちとかですよ。だから比例で復活人たちはその自分たちが持ってるマニフェストとかをやっぱもうちょっと深く考えたりとかしないと本当に良くないなっていうのがあるんで、まあ今日もねまずい酒、うまい酒とまずい酒が交互に入るような感じになれそうな気がしますけどね。まあですけど、あとは大事なのはその投票のパーセンテージですよね。なんか若い人たちが投票行きますよとか小栗旬さんとか須田さんの作ってるのをやって行きます絶対行きますみたいなこと言ってるけど、でもなんかそれも僕はモブとかでなんかこうインスタとかで選挙行ってきましたみたいなことだけ言って実際行ってないとか、なんかただただそのネットとかでいい人とか頭がいい人とかも言われたいとかいいねもらいたいってわけで、やっぱもうちょっとなんかそう選挙に行くだけじゃなくて選挙にもっと興味を持ってもらうとか、なんだったらその、女性の若い候補者をどんどん出していこうみたいなっていうような意識に今回変わればいいのかなっていうふうに思ってるんで、まあ、衆議院はねさっきも話しましたけど、入れ替わりがね難しい選挙と言われて現職がどうしてもね強い選挙になっちゃうんで、まあ、そこで入れ替えるんだったら、まあ、参議院での来年のところがまた注目なのかなとは思ってるんですけどね。はい、ということで今回これ終わりたいと思います。それでは失礼します。バイバイ。